韓国革新勢力の理論家である陳順言元,元東洋大教授は16日、一重引用府土着和光の生産一重引用府と叫ぶ人たちと一重引用府十北左派の討伐一重引用府を叫ぶ人たちは、進歩、保守ではなく、すべて極右勢力として消えなければならない存在だと主張した。陳岩教授は前者を一重引用府極右民族主義の変態一重引用府、 後者を一重引用府極右反共主義の変態一重引用府と呼んだ。チンガン教授は16日、自身のフェイスブックにイズンマンが国父だとキャンボクジョルに建国デモを言っている国家主義の変態たち、518キャンジュデモを歌った愛国歌まで生産しようと主張する民族主義の変態たち、いずれも生産の対象でこの国からなくさなければならないと強調した。それとともに新日を悲語するのが保守なのか 愛国歌を拒否するのが進歩なのか。と、どちらも時代錯誤的な無駄な論争だとした。従って国家主義と民族主義の変更をすべて警戒しなければならないとしこのような論議は歴史学会に任せなければならないと注文した。 チンガン教授は15日の記念式で新日派69人の墓を国立墓地から掘り返すべきなどの一重引用府新日派の生産一重引用府を叫んだキム・オン・ウン・ヒカル・サカエ会長についてチョン・ドゥファンが作った民政党出身でキャンジュ事件の元凶らに付約した前歴がある人がどうして一重引用府ヒカル・サカエ会長一重引用府をすることができるのかとし金元氏の挑発的発言は多分に政治的に支持率が落ちるので 再び一重引用符土着和行一重引用符フレーミングを敷くという意図が伺えると指摘した。続いてこれは社会的合意を通じて共同体を統合させるのではなく、無駄な理念論争に追い込み、共同体を分裂させるだけだとし歴史と法医差をの問題に精略的にアプローチするその軽薄さこそ、歴史を正すためにまず生産しなければならない球体だと強調した。そして、 新岩教授は歴史を立て直すためには、新日派は元より、軍部独裁、虐殺政権の付役者たちも徹底的に生産しなければならないとし、金本雄す栄会長も生産すべき対象と直撃玉を飛ばした。